はい、えー、今回の記事ですけども、なんとか正社員になりたい政府が見捨ててきた氷河期世代を救う方法はあるのだろうかということでございます。いや、50代になってしまいました、ロスジェネ世代。一回も正社員になったことがない人も多いかと思いますけども、50代からね、正社員になるべく職業ってのは何かあるのかなと思っちゃいますよね。まあもちろん全くないわけではなくて、いくつか考えられるところあります。 まあ私のね、あのー、即可塾という塾生さんで、会社員になった55歳の方っていらっしゃるんですよ。これがね、3、4ヶ月前ですけども、まあ多少私が入社に入社試験のアイドバイスはしたんですけども、まあでもね、あの、採用してくださった社長さんは、うん、定年退職まで採用しても、あと5年ぐらいだからね、だったら正社員できちっと採用してもいいんじゃないかなと思って採用したよっていうふうに言われてました。まあ結構心の広い方というか、 ありがたいいなと思いま,すまあもちろんね3年5年バイトで雇うのも、まあ、正社員としてきっちり働いてもらうのも同じといえば同じなんですよただやっぱり組織ってその人1人で動いてるわけじゃなくて年下の上司とかうんやっぱり10年先輩が30代とかってこともあるわけじゃないですかでそういった人間関係のやり取りとかも入る方も受け入れる方も上手じゃないといけないっていうことがありますよね やっぱ変な感じでね、あロスジネ世代がやってきたとかね、まあ、今更正社員って何やってんだよ、みたいなね。そういう風に妬まない人とか攻撃しない人っていう風な会社に巡られるかどうかってことも大事なことだと思います。もちろんね、卑屈になって足を引っ張るような精神状態の人も、うん、やっぱり入社はさしてあげれないよねってことになっちゃいますけどね。さあ、記事の方読んでいきます。 平均年収443万円。これでは普通に生活できない国になってしまった。なぜ日本社会はこうなってしまったのだろうかということで書かれております。新刊。年収443万円。安すぎる国の絶望的な生活では。昼食は必ず500円以内。スタバの、おなんか、フラペチーノを我慢。え月1万5000のお小遣いでやりくり。スマホの機種変で5000円節約。ウーバーイーツの副業収入で、えー、なんとかかんとかって書いてますね。 まあ、就職氷河期世代を救うにはって書いてますけども一言で言うと救うことはもう不可能ですよね人数が多すぎるのとそれを受け入れるべき土壌がないですからすでにでここにはこう書いてます東京仕事塾は政府が氷河期世代支援に乗り出す4年前の2015年度から東京都が独自に行っている就職支援事業で30から54歳の非経営者員を対象に行われる事業の管理は東京仕事財団が行っている実際の 企画運営は東京仕事財団から人材ビジネス会社大手のパソナカとパーソナル添付スタッフに委託されている、まあ、本当にごちゃごちちゃゃしますよねだいたいこういうふうな就職支援をするっていうふうな事業を担う会社は儲かるんだけども支援を受ける方は結果的にどうなっても構わないっていうかね仕事が決まらなければ。 仕事を決めてあげる方支援する方はどんどん仕事がなくならないわけですからなんかね買い殺し状態になってるんではなかろうかとやっぱり妬みの視点から私は思ってしまいますけどねで腰を据えて訓練できるように受講期間2か月2か月で腰を据えてのうん、なんかできないですよ何を考えてるんでしょうかね本当は。とは都から日学5000円の就職支援金が支給されて、まあ、この時点でもうやる気がないでしょうね5000円というね うん、もっともっと強いインセンティブを与えていかないと頑張って働こうかなってならなくって日学5000円だったら勉強しながらねで必ずしも面白い勉強じゃないと思うんですよ、うん、またね学生時代のことを思い出しながら宿題が出たりとかあとで読んどいてくださいって言われて授業が終わった時は楽なんだけどもあとで読み返すことがないんで結局力がつかないまんまやっちゃうわけでしょそれで50代ともなるともう視力も落ちてきて体力や気力も衰えてきてますから これは本人の頑張りが足りないって言えばそれまでなんですけどもまあでもね通常一定の企業の仕事に入っても毎日毎日仕事をやってきたっていう20年30年があるから50代もその延長線上で大きなパフォーマンスを出せるんですよで今までね本当に途切れ途切れで働いてきてなんとか生きてきた人が、うん、通常考えられる50代と同じパフォーマンスを維持できるというのはどうかなと思いますよ。 じゃあそういった人を採用する会社ってのはかなりのリスクを背負うわけですよねうん、まあ、そうなるとやっぱそこそこの補助金を出して給料とかあ福利厚生の支援を国がしていくってことにもなりますしそうなったらなったでねやっぱり50代でポンと入ってきた人があのずっと20年30年やってきて本当に苦しい時代を生き抜いてきた人と同じかよっていうふうな内部での軋轢も起きちゃうんじゃないかなと思います。 うん、だからそういう意味でもね、結構手遅れかなっていうところはあるんですよね。だから手遅れだからといって、ほっといていいのかって言ったらあれで、形だけ仕事をするような体制取らなくても、もう働かなくていいから、ベーシックインカム的なね、ロスジェネ世代には毎月25万支給しますとかで終わりでもいいと思うんですよ。えー、結局、ロスジェネ支援、えー、なんか事業とか行って、奥っていう金額がバカバカ動いて、それで成果が出てないものを無理やり成果が出たみたいなことして報告するんだったら、別に成果なんて出なくていいからお金を配る。 っってていいいうう風に割り切ってもいいと思うんですよ結局同じことですからねで支援の鍵となるのは手厚いセカンドキャリアカウンセリングだってもうキャリアをこれから積もうってキャリアを積んだ頃にはもう定年の60歳とか65歳ですからねジョブトレーナー1人が受講生5人を担当しその人が得意なことを見つけると、うん、得意なことがなかったらどうするんだもしくは得意なことがもうすでに社会に出ている得意な人に追いつけなかったらどうするんだってことを全く考えてないですよね 受講生が失敗した何をしたた何をいいのかかわらないなどそれぞれぞ後ろ向きになってるその通りです後ろ向きっていうか気持ちだけじゃなくて現実後ろしかないわけですよだからそういうところをいつまでもねなんか変な期待を持たせない方がいいと思うんでもう直球でお金渡してあとはすいません好きにやってくださいっていうこととあとやっぱり政府がちゃんと謝ることでしょうね自民党がねでジョブトレーナーは受講生が失った自信を取り戻すっていうか失った自信じゃなくて自信を持ったことがないんですよ、うん、だからこの辺もだかからずれてるかなと思います で一歩を踏み出せるように自己肯定感を引き上げていくこれは結構なんですけども他者否定感の方方をととかした方がいいと思うんですよねどうせ俺なんて言って気持ちよりも政策が悪い時代が悪い世の中が悪いみたいな考えになっちゃってるんでで実際そうですねで何かっていうと自己責任なんでしょで就職活動でマイナスイメージがつきがちな非正規雇用や無職の期間の長さをポジティブに捉えるようにするのがジョブトレーナーの役割となってこれは就職を希望する人の気持ちをどんなに盛り上げても採用しようとする人がね そんなななこと考えるわけいいじゃないですか。何を考えてるんですかねなんとか正社員になりたい、うん、だからこれはどっかの会社に入るというよりもロスジェネ世代を集めてねあの新しい事業を立ち上げてみんなで正社員っていうふうにした方が私はいいと思うんですけどもね、まあ、例えばロスジェネ世代って言ってもあのやっぱりねじゃあ例えばその頃の何かね平成元年時代みたいな。 あの昔を懐かしむようなコンテンツを作って発信するみたいなものも十分ニーズがあると思いますけどもねあのよくのレトロゲームとかねレトロなおもちゃとか,なんかありますけども私も今はね50歳ですけどもあの小学生や中学生の頃に熱中したものっていうのは今では懐かしいんですよ。それの復刻版を出していくと結構高値でも売れていくんではないかなと思いますしなんかその懐かかしさにかまけた ビジネスととかかコンテンテツ提供ってのあるんんじゃないかない思うんですよだから既存の仕事工場勤務とか営業の仕事とかっていう風に考えるからいつまでたっても決まらないんでもう新しい時代のね、あのー、動画コンテンツをみんなで作ろうとかね、えー、それから昔の復刻版をやっていこうとかなんか懐かしく語り合える場を持とうとかなんかそういう風なところから伸ばしていけゃいいんじゃないかなと思うんですけどねまあ YouTuber をやってると余計思うんですけどもアクセスの稼げるものってロステネス世代が懐かしむものなんですよ。ででそこにお金を出すす人も結構いるんですよね あとは町内会との上手な,なんか付き合い方とかねなんか全然これずれてるかなと思うんですよ年収443万はあのまあご立派だと思いますけども結局は昭和の時代の働き方の延長である仕事に対してもうギャラが発生しなくなってるんですよね、まあ、そうなってくるとその別に、ね、IT を使えとは言いませんけどもまあでも情報発信が大きな利材を稼ぐというふうに考えると発信できる情報っていうのをね一人一人の留守電世代からちゃんと拾っていくべきだと思うんですよ YouTube チャンネルでも、ロスゼネ世代はもうオアコンだとかね、ロスゼネ世代これをやれとかね、今からでも、あの、恋愛結婚ができる、なんか50代からのなんとかかんとかっていうのは割とアクセス集めてますからね、そこにヒントがあるんではないかろうかと私は思いますが、いかがでしょうか。うーん。まあでも、ぶっちゃけね、手遅れなとこ多いですからね。